良い知らせを伝える人の足は、山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられる、とシオンに言う人の足は。今日はこの箇所から、美しい足 美しい足というタイトルで一緒に見ていきたいと思います、えー、イザヤがこの御言葉を神様から与えられて預言書を書いているとき、えー、アッシリアが北イスラエルをこう侵略しています4節をちょっとその前の4節のところを読んでみたいと思いますけれども4節にそのアッシリアのことが書かれています 誠に神であるる主はこう言われる私の民ははじめエジプトに下って行ってそこに起留したまたアッシリア人がゆえなく彼らを苦しめた、えー、アッシリアが北イスラエルを侵略しこう神の民であるこうイスラエルの民をこう侵略し連れていくそういうのをこうイザヤは目の当たりにする中でこう神様からのこういう声を聞きました。 主の民はエジプトに下っていくそこで起流するそして出つエジプトがあるわけですが約束の地にのぼ戻った彼らにとって今度はアッシリア人がそこをこう奪い去っていくそういう苦しみの中に、えー、このイスラエルの民がある状況にユダヤは神の言葉を予言しています。5節ででさあ今ここで私は何をしよう主の言葉 私の民はただで奪い取られ彼らの支配者たちは悲しみ嘆いている主の言葉また私の名は一日中絶えず侮られているこのように神の民が侵略されてその国が乗っ取られてそしてその国の民が褒めたたえていた 神様の名前が一日中侮られるという状況の中にあるそのような中でイザヤは神様からの言葉をこのように伝えたそれが今日読んだ7節からのところになります良い知らせを伝える人の足は山々の上にあってなんと美しいことか平和を告げ知らせ幸いな良い知らせを伝え救いを告げ知らせあなたの神は王であられると シオンに言う人の足は神様を侮る中にあってその中にあっても良い知らせを神の言葉を神の愛を神の臨を神の在を神の存在を伝える人の足はなんと美しいことかそのように神様は言われます。当時足というのは汚いものでした。 まあ今みたくこのようないい靴がああるわけでもありませんみんなこう草履のようなものを履いたりまた裸足の人たちもいますそういう中でこう歩けばもう外はコンクリのような状態ではなく本当にこう土があるなのでこう歩けばもうすぐに足が汚れる足は汚いものとして、えー、みんなから認識されていますなので家に入る時には足を洗うという行為があったわけです。こう家が 汚れてしまうので、足を洗う。この足を洗うというのは、そのそれぞれの家にいるし、もべたちの仕事でした、えー。イエス様はこう足を洗うという行為をされました。けれども、あの時ペテロはやめてください。って言ったのは、そういう背景があるからです。足というのは、そのそれぞれの家のしもべたちがこう入ってきた人たちの足が汚れているために、そしてまた汚れているために足を洗って家にこう入っていただくなので。 足という言葉はこう汚いものという意味がありますそのような中で良い知らせを伝える人の足は美しいという言葉は非常に当時の常識から考えるとえ足が美しい汚いの間違いじゃないのかえそういうものが当時の足なわけですしかし主は良い知らせを伝える人の足はなんと 美しいことかと言われるんです良い知らせ神様の愛神の臨在神様の存在を伝えるために外を歩き回り汚れたその足はとても美しいよそのようにこう主は言われるわけです以前昔なんですけれども本当にこう 家族を養ったり家庭集会をやったり本当にご飯をいっぱい作って人々をもてなした姉妹がいましたその姉妹の手を一人の姉妹が取ってですね「もう私はこの人の手が世界一綺麗だと思う」って言ったんですね。でも 手は長い間の農作業とかまた料理をしたりとかお掃除をしたり人を愛し人に仕えてきたために本当にこう手はもう大きくそして本当にこう熱くなっていたわけですねでも一人の姉妹は「人に仕えてきた手だよ」「人を愛してきた手だよ」「世界で一番きれいな手だと思わない?」ってこう言われたんです。私は本当ににそうだなと思いましたた人に使えてきた手 畑仕事をしたり、もう本当に一日料理を作ってたくさんの人をもてなしたり、お掃除をして家に人をもてなしたり、そういう手が綺麗でスーッとしているわけないんですね。もう本当にこう手は荒れていきますし、また手はこう力をいっぱい使うわけですから、こう熱くなっていきます。でもですね、人に使えてきた手、家族に使えてきた手、教会に使えてきた手。 この手は本当に世界一美しいでしょう」って一人の姉妹が満面の笑みでその人の手を言ってまあその方は「もう恥ずかしいからやめてよ」なんて言ってましたけどもしかしやはり人に使えた手いいうののは美しいこの足もそうですその足が土で汚れてるとかそういうことではなく本当に神様のために走ってきた歩き続けてきた足は美しいと神様は評価してくださっているわけです。 そしてこの聖書の御言葉は新約聖書でも用いられています。ローマの福音書ローマのローマ書ローマ書の10章13節から15節ローマ人への手紙の10章の13節から15節,節,ら15節をお読みします。 主のの皆皆を呼び求めるる者は皆救われるのです。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうかなんと美しいことか良い知らせを伝える人たちの足は と書いてあるようにです、えー、ここのなんと美しいことか良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにですというのはこの今日のイザヤ書の52章の7節のことを指しています福音は聞くことなしに信じることはできません当時のユダヤ教の人たちは 救い主が来るっていうことを聖書から知り待ち望んでいましたしかしイエス様が実際来られて神が人となられて来られて十字架にかかられて死んで彼らを許しくださいと祈ってそして復活してもなおユダヤ人たちはこのイエスが救い主だっていうことを信じることができないでいましたそういう人たちに対してペテロたちは初代教会ということでどんどん福音を伝えていきました ユダヤ人たちに待ち望んでいるその聖書の救い主はイエスなんだということをこう伝えていき聖霊が下った後どんどん人が信じていきます1日に3000人が洗礼を受けていったりするそして今度はそのユダヤ教の指導者であったパウロがイエスキリストと直接出会ってそして改心して伝道者へとなっていきますパウロ元のサウロはこのユダヤ教の指導者でしたから イエスがが聖書から約束されていいいいいるる救い主だとととうここを信じでできないでいましたしかしイエス様ご自身がその迫害の念に燃えているパウロのサウロのもとに現れてあなたが迫害するのは私であるとそのようにご自身を表してくださったそれによってサウロは自分が固く信じていた神がこのイエスを送ってイエスが救い主であるということを知って悔い改めて 神様ののたために使えてていいくものとなっていったわけです。それからのサウロはパウロとしてパウロとして神様の御言葉を述べ伝えて本当にこう旅をして足を汚して神様の福音を伝えるものへとなっていった、まあ、その中でこう書いたローマ人への手紙ですけれどもパウロは何度も経験したことでしょう。イエス様のことを、 また異邦人ですから神様のことを伝えるときに初めて聞いた今まで聞いたことなかった伝えてくれてありがとうそして信じていった人たちそんなの嘘だって言っていた人たちがああハレルヤ主は感謝しますと変えられていく姿パウロはこういう姿をたくさん見てきたと思いますそういう中で福音を述べ伝えていかなければ知ることができない伝えなければ 聞くことがなければ信じることはできない人をたくさん見てきました。そしてまだまだ伝えていかなければならない人たちがたくさんいることを知っていました。そういう中で福音を伝えていく足、この真理を伝えていく足は当然歩き疲れていきます、汚れていきます。でもその足はなんと美しいことか。その足なしに、その美しい足なしに人が救われていくことはないんだということをこうパウロは言っているわけです。 だからこそイザヤ書にあるように、なんと美しいことか、良い知らせ、福音、神の愛、神の存在を伝える人たちの足はと言ってるわけです。えー、私たちの教会ではこ、ゴスペルナイトっていうのをずっとやってきてるわけで、今年で十六回目、十六回目となります。そして去年と今年はコロナの関係で、えー、バーチャルでユーチューブでの放映となりました。 えー、本当にここの場所でこうできないことはとても残念ですまたここにたくさん今もなお留学生なども来ていてまだ福音を聞いたことのない人たちがたくさんいますしかし同時にまあ去年今年とこ YouTube で流すことによって全世界に配信することができていますそして全世界にいる人たちがそれを見ることができますあるところには 日本語でイエス様のことを聞くことができない地域もあります。日本人教会がないえそういうところもあります。え教会が少ないそういう地域もある。また日本でも牧師がいなくてなかなかメッセージを聞く機会がないような教会も今は少ない少なくありません。そういうところにもこう福音を伝えていくことができます。え昨日ある。 まあ中高校生のことを話したんですけれども、えー、こちらにいる子なんですが、えー、この「ゴスペルナイト」のために日本にいる友達にもうた,たくさんこうメールをこう長いメールを書いて本当にこれを見てほしいイエス様を聞いてほしいって書いてですねそしてそのポスターのファイルを添付して、えー、日本にこう送ってるんだということをこう話してくれましたまだまだ聞,か聞いてない人たちがたくさんいます。 私は18歳の時に初めて聖書の言葉を聞きましたそしてクリスチャンという人に初めて会ったのが18歳の時ですそれまで一度もクリスチャンという人と会ったことがない聖書というものを触ったことがない見たこともないそしてこれは私の知識不足なんですけれどもイエス・キリストという人が実在することも信じていませんでした架空の人お話の中の人だと思っていたんです。 しかし18歳の時に初めて福音を聞くことができてそこではすぐには信じられませんでしたけれども初めて聖書というものを触って初めてクリスチャンっていう人を見て初めてイエスを神だって信じる人たちを見て初めて神様に祈る姿を見てあこういう人たちいるんだ実在するんだと思ってこうびっくりしたのを覚えています。そそしてててててててのの信仰の人たちが福音を伝伝伝えええくくくれれれ 信じることができました今もなお全世界にイエス様のことを聞いたことのない人たちがたくさんいますそしてその人たちは聞いたことがないので信じることができないんです聞いたことがないので何を信じたら天国に行く道なのかを知らないんです私たちはその人たちに唯一の道があること 天国に続く道があること罪人である私たちが許される道があることそして愛されている存在であることを伝えていく足となるべきだということを私たちは教えられていますそしてその足はどんなに汚れようともどんなに傷つこうとも神様の目から見たら何よりも美しい世界一美しい足だよと言っていただけるそれは神様の働きのために用いられた足だからです 私たちはこの福音を伝える美しい足となっていきたいと思いますそしてイエス様がこの地上に来てくださった一番の目的人の救いのために私たちは自分に与えられている足を使っていきたいと思いますお祈りを捧げます恵み深い天の父なる神様あなたの皆をほめたたえますなんと美しいことか良い知らせを伝える人たちの足は 当時汚い場所と言われていたこの足が福音を伝えるために神の愛を伝えるために真理を伝えるために走り回った歩き回ったその足はなんと美しいことかと神様は言われます。主よ今もなおこれだけテクノロジーが広がった世界中に行き渡った今でもイエスが救い主であること神が存在すること そして天国に行く唯一の道が罪人である私たちにもあることその福音を聞いたことのない人たちがたくさんいます神様どうか私たちがその人たちに真理を伝えていく福音を伝えていく Good News 良い知らせを伝えていく美しい足となることができるように私たちを用いてください私たち一人一人の足を用いてくださるだけでなく教会はキリストの体ですこの 体の足の部分が福音を持ってあちらこちらに動けるようにこの BJGC を祝福してください BJGC の足があなたの目から見て麗しい足美しい足となることができるようにも祝福してください今からひとたび私たち一人一人神様の前に祈りを捧げていきましょう私の足を主を用いてくださいと祈っていきましょうお祈りをいいたたししていきましょう